先週の転覆から5日ほど経って、少し立ち直ることができました。転覆したのが1月31日火曜日、今日2月の5日日曜日ね、5日ほど経ってます。その間にいろんなことを考えましたよ。 でもね、くよくよしてても仕方がないので、前に向いて進みます。で、性懲りもなく今日また出船します。今日ね、海穏やかなんですよ。さっき海見に行ってきたら、割ともう波も収まって、で今日風もそんなにないですからね。午後からまた出船します。で、先週の転覆の時に4番のフライタックル一式を、海に放り出して沈めてしまいました。そこで代わりのタックルを、引っ張り出してきました。これ古いタックルです。 こんなの使ってる人今いますかね。リールはね、フルーガーのメダリスト。このラインガードが可愛らしいでしょ。ただね、これ30年前に私が買った、新品で買った時にはこのラインガードはついてませんでした。これ後付けです。ちょっとね、クラシックな外観にするためにね、私がちょっとこのリールには手を加えてます。このラインガードとか、この辺の支柱とかね、ちょっと手を加えてます。かの有名なリバー・ランズ・スルイットっていうブラッド・ピットの出世作で主人公が使っていたのが、フルーガーのこのメダリストらしいです。で、ロッドもね、古いんですよ。今は亡き UFM 上田スーパーパルサーです。カーボンです。このスーパーパルサーも30年ぐらい前に、買ったのかな、もうちょっと後かな。私のフライロッドの、1本目は、スーパーパルサーのグラスロッドでした。で、そのグラスロッドで、キャスティングの練習を始めて、その後で買ったのがこいつかな。スーパーパルサーの8フィート6インチ6番。短いし、ちょっと番手も高いんですけど、でもね、短いのは仕方がないよね。この短いロッドで釣りをしていて、自分の耳を釣っちゃうことが怖かったんで、その10フィートの4番を買ったんですよ。これ昔のロッドだからね、柔らかいんですよ。昔のロッドってね、柔らかかったんですよ、多分ね。でもね、アングラーがね、フライアングラーがみんな遠投をしたがるもんだから、ロッドメーカーは遠投の効く先調子の硬いロッドを作るようになったんでしょうね。でも昔のロッドは柔らかかったです。次、フライを巻きました。 これね、私はね、田舎に住んでるから、フライタックルについてはすごい苦労するんですけど、
ロッドやリールは一旦買えばいいじゃないですか。でもね、フライについてはね、ちょっとハンディがあるんですよ。まずフック。フックがね、こう、アイのついたフックがね、買えないんですよ。近くにフライショップがないから。一番近いフライショップまで、高速バスで東京まで行かないといけないですから。だから消耗品類の補充は、そういうわけにはいきません。だから地元の釣り道具屋でマルセイゴを買って、でナイロンモノフィラメントで輪っかをつけますね。それからマテリアルもね、そのフライショップで売ってるようなのは買いに行けないんですよ。だからどうするかっていうと、これね、毛糸です。毛糸で、これは釣り道具屋でも売ってるサビキか何かを手作りするためのものかな。で作ってます。で、アイは太いモノフィラメントをね、ライターで焼いて玉にして、つけてます。でもこのフライ結構釣れるんですよ。これはね、フッキング率が高いんです。なぜかというとね、毛糸柔らかいから。で、この毛糸を買うためにね、東海っていう手芸店に出入りするんですよ。東海にね、私が行くとね、場違いです。手芸店ですから何しに来たみたいな目で見られます。でもこういう毛糸とかね、フェルトとかね、様々なマテリアルは東海で買います。でもその東海がね、撤退しちゃってね、だから今はね、100円ショップで、買います。 さあ、これで、釣りに行く準備はできました。それでね、肝心の一乗ボートなんですけど、まあこのままではまた転覆します。このままではまた転覆するので、なんとかしなきゃいけないんですよね。で、先週の転覆の体験はとても貴重な体験で、それによってね、この一乗ボートの改善すべき点が、まあ、浮かび上がってきてるわけですよ。そのことをちゃんと分析して、次に生かしていかないといけないですよね。これはポック艇ですから、これでいきなり成功することはさすがに期待はしていませんでした。こんなのが成り立つのかどうか試しに作ってみよう。それがね、POC ポックです。そもそものコンセプトは、まず第一に浅瀬で使うことで、おばあちゃん号は浅瀬では使えません。なぜならばね、船底から下にニョキッとこうスクリュープロペラが飛び出してるから。でもね、まあスクリュープロペラの直径なんて40センチなわけですよ。ね、1メーターの水深もあれば、十分なんですけど、でもね、そこがね、ちょっと海のね、なんていうの？恐ろしいところでね。 水深1メーターのところでおばあちゃん号で釣りをしてるでしょ。波が襲ってくるんですよ。で、波にね、煽られてね、ザザザザザってこうサーフィンのようにね、岸にね、押し寄せられるんですよね。そうするともう水深は
50センチとかのところへ行っちゃうわけですよ。で、波で持ち上げられて、その波が引いた時にドスーン。で、スクリューを、プロペラを損傷する。これはね、実際に経験してるんです。だからね、浅瀬で、プロペラを備えず、で、この船体の厚さだけの水深があれば、そしたら、航行できる。これがまずね、コンセプトの第一ですよね。で、今のところ、推進力としては、推進機構としてはこのパドルですね。パドルで、ゆくゆくはウォータージェットを取り付けるつもりなんですよ。タービンを自作して、そのタービンの回転によって、ジェット水流を発生させて、それで進む。ただね、そのプロペラでもあんなに苦労してるのに、ウォータージェットがそんなにできるんかっていうところは心配なので、不安があるので、推進力としては期待してません。じゃあウォータージェットの役割は何かっていうと、姿勢の制御です。ジェット水流を後ろに噴出させて進む。これはまあ期待はあんまりしてないけど、でもあわよくばっていう気持ちもあります。で、あとね、左右に噴出させてボートの姿勢を、制御するね。だからね、そのウォータージェットで沖まで漕いでいこうっていうつもりは全然なくって、流れに逆らって姿勢を制御して、で、その流れにこう抗って定位置を維持する。そんだけの力がウォータージェットにあればそれでいいと思ってるんですよ。だから、やがてはこの前がいいかな、前にウォータージェットを、取り付けようとは思ってます。で、ウォータージェットならば水深が浅くっても、そのプロペラが損傷するようなことは起こらないね。というふうに、浅瀬専用であるっていうことが、コンセプトの最も重要な一つです。で、もう一つコンセプトがあるんですよ。それはね、組み立てがいらないっていうことです。おばあちゃん号で痛感するんですけど、海に出ようと思ってえっちらおっちらいくつものパーツをこのガレージから車に積んで、で、海に着いたら車からパーツを何度も何度も往復しながら波打ち際に運んで、で、そこで組み立てて、それから出港するのにね、1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。でもね、それってね、億劫なんですよね。で、釣りが終わって戻ってくるでしょ。で、今度はね、それを分解して、で、何度も何度も波打ち際と車を往復して車に積んで、で、ガレージへ持って帰ってきて、で、ガレージに収納する。大変なんですよ。だから、組み立ていらず、このまま車に積み込んで、海に着いたらこのまま引っ張り出してさっと出港する。で、釣りが終わって帰ってきたら、そのまま車に運んで積み込める。これがね、コンセプトの2つ目です。このコンセプトありです。とてもいいです。この方向性は間違いない。でね楽しい。このボートのフライフィッシングは楽しい。ただね、そうすると制約ができます。
制約もある。あまり沖へは出ていけない。背の立つような浅瀬でしか使えない。こんなボートで沖へ出て行って転覆したらね、どうしますか、大変ですよ。海上保安庁呼ばなきゃ。でね、そういうことにならないように、もう沖へは行けないボートなんだっていうことはもう制約あります。だから、釣りをする場合もね、対象魚は限られます。波打ち際の生後、メッキで、まあまあね、ちょっと高望みしても復刻ぐらいまでかな。でその制約があるのはもう最初から、織り込み済みです。その制約を良しとして、でも最初の2つのコンセプトを優先させて作ったのがこの一畳ボートです。ちなみに一畳、つまりね、182cm×91cm、一畳である、こだわりはないんですよ。たまたま車に乗るサイズが、余裕を持って車に乗るサイズが1畳だから1畳にしよう、まあまあこういうことなんですね。だから、もし車に乗るんだったら2メーターでも構わないし、2メーター40センチでも構わないんですよ。ただね、まあこれぐらいが限界なんですよ。おばあちゃん号の船体は2メーター40あります。でもなぜ乗るかというと、幅が狭いから、助手席を倒して助手席側に乗せるわけですよ。でもこれ幅が広いから、その助手席側だけにこうね、収まらないんですよね。で、このような制約があることはもうね、織り込み済みで、そういうものとして作ったんですけど、その問題はそれにしてもバランスが悪いぞっていう、そういうことなんですよ。そこをね、解決しなきゃいけません。でないとね、前に進んでいけない。そこでですよ、先週このボートがなぜアームをあっけなく簡単に転覆したのか、転覆シーンの動画、自分で何度も見返しました。そしたらね、転覆の直前、転覆する 0.1 秒前、私ね、あっとかおっとか言ってますよ。予兆があったんですよ。で、予兆があって、0.1 秒前に予兆があって、で、その 0.1 秒後に転覆してます。もう転覆はあっという間でした。でね、その予兆が何だったのかっていうのが重要なキーなんですよ。もちろんね、バランスを崩したことなんですけど、そこをね、ちゃんと分析しましょう。